X2 の M35i X ドライブです。最もハイパフォーマンスなモデルですね。IX2 バッテリー EV のモデルもありますけれども、それよりも0、100キロ速いですし、4輪駆動ということもあるんで、 FF のスポーティーな車たち、シビックタイプ R であるとか、メガナ RS とか、それよりも速いタイムですね。X2 はですね、先代モデルも国際試乗会で乗らせてもらいましたけれども、すごく最初は乗り心地が硬かったのを覚えてます。初の X2 ということで、X1 に対してかなりこうスポーティーの方向に振った開発をしていて、サスペンションもガチガチに固めていたんですね。だからちょっとこれは本当に好きな人はいいかもしれないけど、なかなか大変だぞと思っていたんですが、新型、かなりこのモデルが一番スポーティーなんですけれども、そこまで硬くないっていうのは、朗報かなというふうに思います。音的にはスポーツ選ぶと、結構やんちゃな感じになりますね。で、今までのなんていうかエンジン車の BMW が好きという人に、本当にベストなモデルではあると思います。ベストなモデルというかグレードですかね。今日ポルトガルで乗ってるんですけども、結構道が荒れていて、日本ではありえないぐらいの道なんですけれども、そこでもね、足さばき、乗り心地悪くないですね。結構、一発の入力は少し大きめの時もあるんですけれども、その後上下動残んないで収束性がいいですし、入力も少しこう、うまく、あんまりとんがってないように、丸めてあげてるような感じが出てるんで、全然、スポーティーなのが大好きって人だけじゃなくて、そこそこスポーティーな方がいいなっていうぐらいの、ちょっとライト層でも乗れるかなという感じはしていますし、家族から、同乗している家族からとか友達から、文句が出ない範囲だなというふうには思っています。あとその OS9 ですね、これでいろんなことができるようになって、今回アプリがいろいろ使えるらしくてですね、そこが 8.5 との、一番の違いみたいなんですけれども、これもしまだ決まってないと思うんですけども、例えば日本仕様だと TVer とかそういうアプリも使えるとか、そうするとね、地上波をアプリで見るっていうこともできるようになるというところですね。もちろんこの車エンジン車でもいいですし、バッテリー EV になるとやはり外部で外出先で急速充電30分するっていうところが一番のこう今ね、そこでどう楽しませるか、エンタメ系が求められていますから、そういったものにも対応するオペレーションシステムになっているというところですね。あとタッチパネルも確かに以前に比べるとだいぶ使いやすくはなってますね。で、ワインディングロードも走ったんですけれども、もうなんか本当に今時の車、よくできてる車は FF ベースだからあんま良くないよねっていうのもほとんど感じさせないですね。特に X ドライブなので、4輪駆動になってますから、FF ベースの悪さっていうのはあんまり出ないですよね。フロントタイヤに思いっきり負担がいくっていうこともほとんどないです。サーキットとか走りレベルになるとまた話が違ってくるかもしれませんが、少なくともワインディング気持ちよく走るぐらいでは全く問題ないというか、あんまりこうプラットフォームの駆動のベースがどっちにあるかっていうのもあんま関係ないなっていう感じがしてしまいますね。特に BMW は FF ベースでも本当にハンドリングとか、制御もよくできてます。結構ねスロットルレスポンスがいいんですけれども、この辺も制御結構工夫していて、例えばトラクションコントロールの効かせ方とか、そういうところもデータを
いろんなところにやり取りしないで、直接エンジンにデータを送って、レスポンスよく、まあ、時間を短縮するというところとかもやってるんで、まあ、FF も FF ベースの 4WD もかなりこう乗っていて気持ちがいい、反応がいいですね。あとこれミッションは DCT ですね、デュアルクラッチトランスミッションなんで、まあスポーティーな方向としてはいいんですけれども、まあ心配は街中なんかで、ガクガクするとかいうところが、まあ、DCT はやはりね、あんまりいいイメージを持ってない人もいるかもしれませんが、 BMW のは結構乗ってて最初あれこれトルクコンバーターだったっけって思うぐらいスムーズであんまり違和感がないですね。あとまあやはり X1 もそうでしたけど、ステアリングをちょっとこうちょっと切った時の反応の良さとか、いかにもこういろんなこのステアリングの周りとか、サスペンション取り付け部とかの剛性があるなっていう剛性感ですよね、本当にこう伝わってくる。普通の車から乗り換えると本当に違いますからね、ガシッとしていて、まあこの辺が BMW 買う一つの喜びでもありますね。街中パッと走り出した瞬間から分かりますから、このがっしりしていてすごい性格だなっていうところがね、まあ、ポルトガルの荒れた道でこれだけ乗り心地問題ないんであれば、おそらく日本でも大丈夫だと思います。まあ結構ね、海外で試乗して思った印象が、日本にいざ輸入されて日本仕様乗ったらちょっと違ったなっていうこと結構あるんですけれども、まあ、今回は結構信頼できそうな気がしています。BMW X2 の国際試乗会に来ています。X2 はですね、去年のジャパンモビリティショー2023、ここでワールドプレミア、世界初公開した車ですから、まあ、皆さんも結構もう形をよく知ってるんじゃないかなと思いますね。BMW はですね、最近こう例えばサイドの面なんかは非常にこうシンプルにしてます。あまりこうくっきりと、キャラクターラインを走らせないで、ここはシンプルにして、まあ、面構成の美しさを見せると。でただし顔フェイスの方はですね、それぞれ個性を強く出すというふうにデザインの戦略をやってますね。で X2 もまさに、それが現れていて、まあ、横から見るとね、結構つるんとしていてシンプルで、今まで、まあ、旧型の X2 ですかねとはだいぶ違うなという印象があります。さらにそういったそのデザインのテイストだけじゃなくて、まあ、フォルムが全然変わりましたね。X2 偶数はですね、まあ、クーペになりますね。 X1 とか X3 はいわゆる SUV、まあ、四角い形になるんですけれども、クーペスタイルの偶数はですね、結構ルーフラインが流麗になります。で今回のモデルはそういう風になってるんですけれども、最初の、旧型の X2 はですね、コンパクトカーでそれをやってしまうと後席の居住性にちょっと問題があるということで、あんまりねクーペ風じゃなかったんですね。で今回は少しサイズも大きくなりましたし、背も高くなったんで、今後席座ってみても全然問題ないです。まあ、僕より背の高い180センチぐらいの人が乗っても、頭上の空間問題ないですから、まあ折り合いがついたということになりますね。ただ、まあ、日本的にちょっとだけ残念なのは、旧型の場合は全高が1550ミリに収まっていたんで、どこの立体駐車場に行っても大丈夫だったんですけども、今回は少しそれを超えてきてるんで、まあ、そこはちょっとだけ残念に思うところではあります。で、もうすでにね、ジャパンモビリティショーの時に、詳細が発表されています。日本に入ってくるのはこの、M35i X ドライブと、あと 20i X ドライブの M スポーツ、それから電気自動車バッテリー EV の、20iの X ドライブですね。この3種類で、まあ、全てが4輪駆動になりますね。 IX2、まあ、電気自動車バージョンの方に試乗しています。まあ、先にエンジン車の M35i に乗ったんで、こうやって低速で道が荒れているところに乗ると、まず少し硬さが感じにくいというか、 M35 はやはり M パフォーマンスですからね、それなりに硬いサスペンション
はついてますけれども、こちらは M スポーツですね、まあ、少しこう程度が緩やかというか、もうちょっと快適方向、日常行き方向に振った、でもちょっとスポーティーな、バージョンという感じです。で、X1 と、まあ、基本的にはハードウェアは共有しているものが多いですから、 iX1 と、大体スペックは似てますね。パワートルクも日本仕様で 200kW、まあ、前後のモーター合わせてですね。で、最大トルクは 500Nm 弱で、位置充電あたりの航続距離は、まあ、450から500の間ぐらいというところですね。まあ、このクラスとしてはもともと X1 が出た時最長かなという感じだったんですが、今どうかな、まあ、だんだん航続距離も長くなってきてますからね。まあ、実用的、ちょっと前まで400キロあればまあそれなりに実用的じゃないですかって話だったんですが、そのハードルがなんか少し500キロくらいかなっていう感じにはなってきてるんで、まあまあ、その範囲にあるけどすごく大きいというわけでもないというところかもしれないですね。で、当然ですけれどもモーターで走行してますんで、低速から非常にこう力がありますし滑らかですし、さらに言えばレスポンスもいいというところが魅力ですね。アイドライブ、オペレーションシステム9になって、まあ、ここも一つの話題ですね。で、X1 は OS 8.5 かな8かな、まあどちらもですね、このダイヤルコントローラーがないんですが、まあ、これ将来的に BMW は全部なくなるような感じです。で、まあ、今のねタッチパネルも非常にこうクイックセレクトとか言って、反応もいいですし、またカーブドディスプレイで、まあ、結構近いんで操作もしやすいとかいうことで、まあ、なくなる方向、ダイヤルコントローラーなくなる方向で問題ないとされてますが、ちょっとやっぱりねカーナビのこう縮小をちょっと変えたい時ってダイヤルだと手元でカカカって変えられたんですけれども、本当はね基本的には止まっている時にいろいろ操作した方がいいんですけど、やっぱりこうやって走ってる時にこの縮尺もちょっと広く見たいとか、そういうのをパッパッとやるともダイヤルが良かったなという気はしてしまいます。まあアイドライブってもともと2001年の7シリーズでできて、初めてできて、それをメルセデスやアウディもすごい追従してダイヤルコントローラー式のものになって、だけど途中でメルセデスとアウディはやめてしまって BMW は続けてきたんで、やっぱこだわりがあるんだなと、なんていうか走行中に、ある程度操作しても結構安全だというところで、まあドライバーオリエンテッドな BMW らしいところだなと思っていたんですけど、ちょっとねそれがなくなってしまうのが少し寂しいという気はします。まあでも慣れていくしかないですね。 M35 エンジン車に乗った時にですね、後席の居住性も結構いいよと、特にヘッドルームとか、ちゃんとしてるんで、クーペフォルムだからといって後席が窮屈だということはないというふうに言ったんですけれども、このバッテリー EV の方になるとちょっと違いますね。やはり後席床が少し高いのかな、ですので、座面座るとですね、少し座面と床面の差が少ないんで、ちょっとこう膝が浮き気味になるという感じですね。やっぱり乗り心地あるいは音、ノイズおよび、まあ、バイブレーション、振動ですね、もうやはり電気自動車はいいですね。だから快適です。もちろん運動性能も非常に高いです。ワインディング走るとですね、これやっぱりこう前後重量配分はそんなに変わんないとしても、やっぱり
中央にバッテリーが集まってるんで、すごく曲がる能力が高いんですね。だからステアリングを切っていくと本当にあのエンジン車以上に正確に、軽やかに曲がってきますね。もちろんエンジン車も BMW ですから相当いいんですけれども、ハンドリング、まあそれを、やはりポテンシャルとして超えますね。もちろん重心も低いですし、から400キロぐらい重いと思うんですけれども、それがあんまり悪さが見当たらないというか、もちろんあの究極の状況になると重さが足を引っ張ることとかあると思いますが、あのでもほとんど見当たらないで、乗り心地もなんかせわしなさがなくなって、重いんでこう動きの周期がちょっとゆったりするんで、それが意外に快適だったりもします。X2 の試乗を終えました。今日はですね、 M35 のエンジン車と、この IX2 ですね、バッテリー EV の方を乗り、2台、乗り継いだんですけれども、比較で言うと結構難しいですね。好みの分かれる、もう BMW でエンジン車で楽しいのは結構当たり前かなという気もしますし、X1 で大体体験できてるんで、想像の範囲内ではあったかなという気はします。ただ乗り心地が相当改善されてる感じがしますね、この一連の流れで、初代 X2 から、昨年入ってきた X1 で、これから入ってくる X2 で、全車アダプティブダンパー付きということもあってですね、乗り心地の改善幅が大きいかなと思います。ドライビングダイナミクスすごくいいのは当たり前なんですけれども、日常域で非常にこう乗りやすくなったなという気がしますね。で、その日常域の快適性については、やはり電気自動車の方がいいです。基本的には滑らかですし、サスペンションの動きもよりこういろんなところが硬くて、エンジンの揺れるものもないんで、すごくサスペンションのストロークが素直にするというところがありますね。ただ走ってる時にも言いましたけど、少しなんかこうボディが伸び上がるのを規制するところがあって、その時なんかこの領域不快だなっていうのがちょっとある場合もありますね。ですんで結構甲乙つけがたいという気はします。ただやはり昔ながらのエンジン車の興奮が忘れられない、それが BMW 買う意味だという人も多いと思うんで、その方も M35i がいいですし、日常ですごく快適にこう付き合いやすいというのはバッテリー EV のような気がします。で、価格ももう出てますが、向こうが800万ちょっと、810万円かな、でこちらが763万って、差が意外と少ないですし、こっちの方が安いですし、さらにあまりね、僕補助金がいいとは思わないですけれども、東京都で買ったら100万ぐらい安くなってしまうんで、実は、エンジン車の20、安い方ともうほとんど差がなくなってしまうというところを考えると、ちょっと買い得感高いなという気はします。で、特に BMW のバッテリー EV がいいのはですね、やはり i3 からずっと続けてきて、制御がいいですね。滑らかなトルクの出方とか、減速の感じとか嫌なところがすごく少ないですね。で、去年のジャーマン3、メルセデス、アウディ、BMW の販売を見ますと、バッテリー EV のシェアがやっぱり BMW が一番高いんですね。おそらくやはりそういったフィーリングの安さであるとか、バッテリー EV としてこなれているというところが受け入れられているのかなという気もします。ですので、もちろんエンジン車もいいですけれども、バッテリー EV もぜひ試してみてねという気持ちになりました。